レーガン政権トランプ前政権でのトリクルダウンは効果はあったただ白坂慎太郎の経済ニュースの本質白坂慎太郎です 今回はトランプ経済政策の理論的な支柱はというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論はラッファー教授の供給学経済学というのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、まあ、トランプの経済的なメンターとも言われているのがアーサー・ラッファーも元教授ということですね。はい、で、まあ、学歴としてはイエール大学での経済 大学,の学士号でスタンフォード大学での経営学修士号 MBA ですねでスタンフォード大学経済学のが博士号ということで、まあ、こういった 経歴ということであれば、まあ、財務長官の下でのまあチーフエコノミストとかですね財務省や国防総省で政策アドバイザーとかですねで後でやりますけれどもラッ,ーえラッファー曲線というのを提唱しましたということですね、はい、そしてまあシカゴ大学のビジネス経済学の准教授ですねそれから南カリフォルニア大学のまあ教授ですよね、はい、そしてペーパーダイン大学でのまあ特別教授などを務め 努めた後に、まあ、結局学業ですね、まあ、教育現場からですね、まあ、民間の方に転身して、まあ、経済コンサルティング会社ラッファー・アソシエイツを設立ということで、まあ、経済コンサル会社のまあ社長 CEO という立場ということですね。 はいでまあ、その後ということなんですけど、はい、レーガン政権の経済政策諮問委員会の委員を務めているということですね。はい、そしてトランプ前政権ですね、2016年から2020年までのトランプ前政権のまあ経済顧問も務めてましたということです。はい、結果、ですね、まあ、アメリカの文民としては最高の栄誉とされているですね大統領自由勲章をですね、まあ、受賞していますということです。はい なおということでアーサー・ラッファーはですね供給側経済学の創始者の一人というふうに言われています、はい、すなわちということでまあものすごくざっくりしたならばまあ結局経済学のですねまあ三大大化というふうに言ったときにまず一番最初はとにかくアダム・スミスですよねもう古典経済学をある意味まあ完成させたとまでまあ認識されているアダム・スミスということです、はい、でもアダム・スミスの考え方っていうのはまあ非常にシンプル でまあ、政府っていうのをまあ経済には入れてないんですよね。 だからもう民間のですね、まあ、家計の需要そして企業の供給ということで、はい、需要と供給でもう全てが決まるということですだから政府はもう市場に経済に関与しないでいいという考え方はですね、まあ、結局、まあ、例えば価格が高いとか価格が安いとかもしくは供給量が多いとか少ないとかっていうのは、まあ、全部、まあ、見えざる手によって導かれてちゃんと均衡価格で均衡数量で、まあ、落ち着きますという考え方です、はい、だからもう 政府の役割っていうのは経済にはないのでだからまあ夜景国家ということですよねまあ夜のガードマンということでまあ政府はですねまあ結局まあ軍事防衛とまあ警察だけをやっていればいいということですまあ経済に関してはもうはっきり言ったら家計と企業でまあ需要と供給で決まりますという考え方はですねはいまあこれではある意味まあ古典経済学っていうのはまあ完成したみたいな感じでしたはいところがですね1929年に世界恐慌っていうのが起きたわけですよね はい、だからアメリカ・ニューヨークの株式の大暴落をきっかけとして、まあ、ものすごい世界的な不景気っていうのがいきなりやってきましたということです。はい、それに対してですね、まあ、当時っていうのは、まあ、はっきり言ったらアダム・スミスのまあ古典経済学っていうのが中心だったので、まあ、どの経済学者もですね、まあ、はっきり言ったら放っておけばいいっていう考え方だったんですよね。どうせまあ均衡価格ででで数量で調整されるんんだから、まあ、時間ととともにですね、まあ、結局まあち,ょちゃんと、まあ 元に戻るのでだからまあ特に何政府は何もする必要はないというのが当時の常識だったわけですけど、まあ、ケインズはです、ねまあ、そこに対して疑問を持ったわけです、はいまあ、結局そのアダム・スミスの考え方を持っている経済学者がみんなもです、ね、長,期長期的に長期的に長期的にということで長期的にはちゃんと調整されるんだからというふうに言ってたわけですけどケインズはだったら何で経済学って意味があるのということだったわけですよね。 今実際目の前で失業者の人たちがたくさんいると、えそしてその失業者の人たちをなんとか救済するのに、まあ、自分たちの役え学問というのを生かすべきなのに、まあ、誰に聞いてもですね、まあ、長期的にはなんとかなるんだから放っておけばいいというのであれば、まあ、そもそも経済学って何の意味があるのということですよね、まあ、もし意味があるっていうんだったら、やっぱり今目の前のですね、まあ、失業して困っている人たちをなんとか助けてこそじゃないかというふうに考えたわけですね。はいだから から政府の介入っていうのを理論の中に入れたわけです。これが結局、ケインズ経済学ということですよね。要するに、世界恐慌で失業者の人たちが街にあふれているのは、社会全体の中でちゃんとしっかりとしたお金を払う、お金を払う支出を伴う有効需要っていうのが社会全体の中で足りないんだということですよね。だから需要と供給って言ったときに、その需要の方が足りないということです。だから需要が足りないいいってうううそういう 不景気の時っていうのは政府がですね。まあ、結局市場に介入して、政府がまあ結局需要を作るべきだということですよね。はい。だから、まあ政府がまあ財政出動してまあ公共事業を行って、失業者の人たちを結局、その公共事業で働いてもらって、失業者を救済するえっていうことでですね。まあ、経済っていうのをまあ元に戻すべきだと、au 不景気をでとか。強行をまあ終わらせるべきだというふうに考えたわけですね。まあ、それがまあ経済ケインズ経済学の。 始まりとということです、はい、で結果的にはこの経済ケインズ経済学をもとにですね、まあ、ルーズベルト大統領がです、ねまあ、例えばニューディール政策とかっていうことで、まあ、川にです、ねまあ、ダムを作るということをやったりしたわけですけど、まあ、実際世界恐慌を本質的に、まあ、本抜本的に解決したのはそのニューディール政策かどうかっていうのはまあ結構ですね、まあ、歴史家の 評価っていうのが分かれてます。はい、まあ一,一部貢献があったっていうふうに評価する経済学者もいれば、まあ、はっきり言ってほとんど効果がなかったというふうにま評価しているまあ経済学者もいるということですよね。まあ、はっきり言ったら世界恐慌を終わらしたのは第二次世界大戦というですね、まあ、戦争という特別需要がま結果的には世界恐慌を終わらせたっていうまあ、そういう考え方っていうのもあるので、まあ、このケインズのですね、まあ有効需要ですよね、社会の中でま結局需要っていうのが絶対 的に足りない時っていうのは不景気を終わらせるためにも、政府が介入して大きな政府でまえ、財政出動公共事業を行うべきという。まあその考え方ということですよね。はい、ただま、結局世界恐慌を終わらせるのに効果があったかどうかっていうのは意見が分かれているんですけど、戦後の日本の経済復活にはこれは間違いなくケインズ理論っていうのはうまく機能したっていうことなんですよね。はい、結局まあ日本が1945年に太平洋戦争に負けました。まあ、戦後焼け野原から。もう もう一回再出発、欧米に追いつけ追い越せということで、まあ、再出発する,するということになったわけですけど、まあ、その時政府っていうのがすごく大きな役割を果たしたんですよね。はい、だからまあ例えば東海道新幹線だとか東名高速道路だとか東京オリンピックだとか、まあ、そういった形で結構政府がまあ経済に大きく関与して政官財っていうのがですね、まあ、ですねぐる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 、まあ、一致団結して、まあ、経済成長をさせていくというところではまあうまくいったわけです。だからまあケインズ理論っていうのはある 意味ですね日本が戦後の日本がこの理論の有効性っていうのを証明したようなところがあったということですよね、はい、ところがうまくいかなくなりましたということです、はい、いつうまくいかなくなったんですかって言ったら1973年の石油危機が起きた時です、はい、この時にケインズのですねこの理論っていうのがうまくいかなくなったんですよね はい、それで、まあ、結局そ,その後に出てきたのが、まあ、今回ご紹介しているラッファー教授の、まあですねまあ、小さな政府ということで、はいえー、結局消費者側の需要をなんとかする社会全体の需要をなんとかするんじゃなくて企業の方の供給側をなんとかしなければならないっていう考え方ですね、はい、この供給側に関する経済学っていうのが、まあ、サプライサイド経済学というふうに呼ばれています、はい、で、まあ、小さな政府っていうふうに書いてるんですけど、まあ、アダム・スミスの場合はそもそも その市場に、まあ、はっっきり言って政府は関与するなと放っておいてくれという考え方なので、まあ、だからこの3つの中で言えば、まあ、ラッファー教授がまあ結局唱えている考え方っていうのはまあ真ん中ですよね中間ぐらいの政府ということですでアダム・スミスの場合はそもそも政府は入ってこないでよしですよねケインズの場合は政府は大きくて、まあ、結局公共事業などで市場に関与しましょうですよねでラッファーの場合は大きな政府に比べれば小さな政府なんですけどアダム・スミス まあ3人並べた場合ははっきり言ってこの中だったら真ん中という風に入ります、はい。つまりということで、まあ、ケインズとです、ね、このラッファーのです、ねまあ、2人だけをまあ比べた場合ということなんですけど、まあ、ケインズの場合は財政出動というのをまあです、ねまあ、理論的に肯定していますということですよね。まあ、それに対してラッファーの方はまあ結局その財政出動ということにはまあ否定的で、まあ、減税とか規制緩和というのを中心にするべきだということですね。はい、なのでまあ上から見ていくと、まあケインズ 経済学の場合は焦点をどこに当ててるかって言ったら需要ですねだから社会全体の中で需要が足りてないんでその需要を作る必要があるということですはいでそれに対してラッファーのサプライサイド、まあ、経済学っていうのは供給側ですはいだから生産の方にですね、まあ、結局焦点を当ててますということですねはいで政策手段ということであれば、まあ、ケインズの場合は財政出動っていうのをすごく積極的に認める理論になってます そして、まあ、減税は減税なんですけれども、まあ、対象者としては低所得者向けですよね。はい、でえ結局え減税をするべきということです。要するにまあ需要の方が弱まってるんでだから需要の方を財政出動でまあ積極的に作ったりもしくはまあ低所得者がまあ今困ってるということで、まあ、結局ケインズの経済学は不景気の経済学っていう感じなので、まあ、困ってる低所得者の人たちを助ける意味で減税した方がいいということですよね。なので,でまあ公共事業を行ううとということで ですはい、それに対してラッファーのまあ政策ということであれば、まあ、減税は減税なんですけどどっちかといったら主にまあ富裕層とか企業に対してです、ねまあ、減税をした方がいいということですよね、はい、だからまあ例えば累進課税といったときに最高税率を下げるとかもしくは企業だったら法人税を下げるという、まあ、その減税ということですあとはまあ企業をです、ね、縛っている規制を緩和した方がいいという考え方ですね で政府の役割ということであれば、ケインズの場合は積極的な介入を推奨ですね。ラッファーの場合は、もうその政府の介入は最小限がいいということです。はい、でケインズの場合は、目的としては短期的な景気刺激と失業削減ですね。要するにまあ不景気の経済学っていう感じなので、失業者をなんとかとにかく助けたいっていう感じですね。 それに対してサプライサイドの経済っということであれば長期的な経済成長の促進ということです。だから結局減税する規制緩和するそれで企業の活動というのがどんどん盛んになっていくことによって長期的な経済成長を狙うということです。 はい、で問題へのアプローチということであれば、ケインズ経済学の場合は需要不足に対応しましたとで、ラッファーのサプライサイド経済学ということであれば、供給不足や生産性向上に対応ということですね。はい、で主な時代背景ということであれば、ケインズの場合は世界恐慌ですねあの中でまあ自分の目の前で街に失業者が溢れている、これを何とかしなければならないというのがまあ一番最初のまあ背景としてはありましたということです。ララッファーのサプライサプイイド経済学供給側と,いうこと であればこの1973年のスタグフレーションですね不景気なのに物価上昇というまあ、い,いわゆる最悪ということですよねこれもすぐ後でもう一回確認したいと思いますはい不景気なのに価格が下がるんじゃなくて価格が上がるというこのスタグフレーションをケインズ経済学の理論では解決できなかったんで代わりに出てきたのがこのサプライサイド経済学ということですはい要するにまあ、1973年に石油危機が起きましたで不景 不景気ってことは物が売れないわけですから物が売れないんだったら物の価格は下がっていく方が当たり前ですよねはいなのに逆に物価が上がったわけですどんどん上がったとだから物売れないだけど物価は上がるっていうことが起きたんですよねでなんでそんなことが起きるんですかって言ったら普通不景気っていうのは消費者の方の消費意欲が落ちてるから不景気になる方が当たり前なんですよねじゃあ何で不景気なんですか消費者が消費意欲が落ちてるわけですよ例えば欲しいもの がないとか買いたいものがないとかですよねもし,もしくは十分買ったんでもう必要ないとかですよねまあその欲しいとか必要がないとかそういう何らかの消費欲求っていうのが落ちてることで普通は不景気になるわけですよだから結局まあ需要の方が落ちてるんでだから物価は普通は下がっていくんですよね、はい、ところが1973年の石油危機っていうのはこれは需要側で不景気になったわけじゃないわけですよ供給側で不景気になったんですね、はい、つまり石油危機っていうことで企業の ありとあらゆる活動において、まあ、コストが上がってしまったわけですね。 だから石油っていうのは例えば燃料としても使っていたしですよね例えば火力発電の主な燃料としても使っていたしガソリンなんかでも使っていたし石油化学製品の材料という形でも使っていたしとにかく企業にとってものすごい大事な石油っていうのが燃料原料という意味で両方で結局価格が高騰してしまったわけですでそうすると企業は生き残るために価格を上げざるをえないですよね結局仕入れ価価格ととかか製造原価とかっていうの のがが上ってるわけですからだから価格を上げなななければならなかったわけですで価格上げたんでだから売れなくなったんですよね。まあ、厳密なことを言うと消費者の、まあ、結局家計のパイっていうのは限られてるので家計っていうのはまあ結局無限じゃなくて有限ですよね。まあ、決められた給料の中でやりくりしないといけないということだったので生活必需品は、まあ、これはし仕方がないわけですよ。どれだけ価格が上がったとしても生活必需品を家計は買わざるを得ないわけですよね。でそうしたらまあ結局 限られているパイがあります。生活必需品の価格が値上げが行われました。だから必需品以外は全然売れないっていう不景気になったわけです。はい。だからえ結局生活必需品の物価はどん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 上昇し続けるのに、まあ結局必需品以外は全然売れなくなったっていう不景気なのに物価上昇といういわゆる最悪のスタグフレーションというのが起きましたということですよね。はい。これをケインズ経済学では解決できなかったわけです。なんでかっていうとケインズ経済 っていうのは政府にももっと財政政出動を促すすのなんですよね政府がもっとお金を出して例えば公共事業なら公共事業をやるとかっていう考え方なんですけど物価が上昇してる状態で政府がさらに財政出動して歳出を増やせばだったら社会の中でお金がさらに追加されるっていうことになりますよね、はい、だからお金が追加されるお金の希少価値が下がるわけですよ対して物の希少価値っていうのは相対的に上がってしまうのでだから物価上昇をさらに促進してしまうっていうことに なるわけですよねだから逆効果だったわけです、はい、だから石油危機でまあ結局ケイ,ンズケインズ経済学っていうのはまあ大きくまあ後退したということになったわけですね なので、有効需要の創出から政策を転換という必要があって、で、ラッファー教授を代表とするサプライサイド、供給側からのまあ物価下落っていうのを狙うということです。だから供給のまあ企業の方にまあものすごいですね、まあ、経費っていうのが上がってしまってるんで、だから減税とかでなんとか企業の経費を下げようというふうにしたわけですね。はい。ちなみにということで、まあ、ケインズの誤算っていうことなんですけれども、はいまあ、ケインズの場合はまあ理論としては不況時は求失業者を救済するために 一時的に財政出動をした方がいいっていう考え方なんですよね。はい。で、まあケインズはそれを元にまあ理論っていうのを組み立ててます。はい。で、財政出動をたくさん増やせば当然ですね。ま政府の財政赤字っていうのは拡大するわけですから。でもそれは不景況とか不景気の時はやむを得ないという考え方なんですよね。その代わり、例えばそれが景気がま元に戻りました落ち着きましたということであれば、まあ、結局政府の財政の支出っていうのを減らして、まあ、逆に政府の 税収というのが増えてくれば結局最初に失業者を助けるための財政支出で膨らんだ財政赤字というのをなんとか解消できるというのがケインズの考え方だったわけですけど実際ケインズが亡くなった後の後世ということでいえば現実はケインズの考えた理論通りにはならなかったということですよね。はい、実際は政府は一度見、まあ、握った権力とか予算というのを既得権益にしていったということなんですよね。こここは理論ととと実際は違ったということです はい、だから、一、まあ、回大きな支出っていうのを政府が行ったということであれば、もうそれをあんまり下げないっていうことが起きたわけですよね。だから結局、お金をたくさん支出するっていうのは、まあ、政府にとって既得権益なわけですよ。うん、だから、支、え、出、ー、をどんどん、組織が大きくなる、予算が大きくなる、その省庁が大きくなる、全部自分たちの存在意義がどんどん高まってますよね。だから政府は権力と予算っていうのが既得権益になったわけです。はい、それで大規模な財政 っていうのは別に不,不強豪とか不景気だけじゃなくて、ほぼ当たり前のようにほぼ毎年のように同じ金額の財政支出支出動っていうのをやるのが当たり前になっていったということですよね。だからもうこれはケインズのまあ生きり言って生きている間のまあ、想定してなかったことということです。もう後世の人たちはケインズのま本当のま意図みたいなのをあまり汲み取らないで、まあ、結局理論の表面上だけをまずっとやり続けたということですよね。 だから政府がもう毎年毎年ある程度大きな金額の財政出動をするのが当たり前になったんでだから政府は,とはもちろんですけど企業もそれをあてにして政府が毎年毎年ある程度の金額の財政出動で公共事業を発注してくれるからということで企業の方も本気でコスト削減というのに取り組まないで政府、企業ともに高コスト体質になったそこに1973年石油危機というのがドーンときて困ったという状態になってましたということで です、はい、一方ですね、まあ、ラッファーということであれば、まあ、このケインズ経済学の後に出てきたまあ供給側ですよねサプライサイド経済学のまあ創始者の一人ということなんですけど、はい、このラッファー曲線というもので非常にまあ有名になった方でもありますということです、はい、すなわちということでラッファー曲線っていうのはですね、まあ、結局税率と税収の関係を表している曲線ということなんですけど、はい、税率0%だったら政府には税収ゼロですよねということですよね、まあ、これは当たり 当たり前ですよね、はいえー、結局税率ゼロだったら政府に入ってくるお金は全くないゼロですよね税収はゼロですということですじゃあ逆に税率100%だったらどうなりますかといった時にこれでも税収はゼロになるっていうのがまあラッファー曲線の考え方です理由はどれだけ稼いでも例えば企業がどれだけ稼いでも個人がどれだけ稼いでも全額税ですということであればもう誰も働かなくなるということですよねだから入ってくる税収がゼロになるっていうのがラッファー曲線の の考え方です、はいでまあ、結局その100に近づけば近づくだけ税率を高くしすぎればすしすぎるだけ税収はむしろ減るんだという考え方なんですね、うん、だから結局税率100%だったら税収が最高になるかならないじゃあ税率90%だったら税率80%だったら税率を高くしすぎると税収はむしろ減るという考え方ですねこれがラッファー曲線ですはいだからラッファーのまあ理論のまあ柱っていうのは減税が効果 っていう考え方になってるんですね。 故、はい、にということで、まあ、縦軸が税収横軸が税率と言った時に、はいえー、税,税率0だったら税収0税率100だった時も税,税収は0だからある程度の、まあえー、税率っていうのが、まあ、基準としてあってそのある程度の税率の時に初めて税収は最大になりますということですよねでその基準よりも高い税率の場合はむしろ政府に入ってくる税収は減りますという考え方ですねだからもう超えてる 分は、まあ、ですねむしろ下げた方が政府にとっての税収も増えるっていう考え方です。 はい、なので、まあ、ラッファーが政権に大きな影響力を持った政権というのが、まあ、2つあるわけですけど、1つはレーガン政権ですね、でもう1つはトランプ前政権、まあ、2016年から2020年の4年間ということになるんですが、はい、この2回に関しては、まずですねアメリカはまあ法人税というのを大幅に下げてますということですね。はい、だから、例えば法人税の税率といったときに、レーガンの時にですねこの時にラッファーは委員会の委員になっているわけですけれども、はい、46%。 だから34に下げてますすとということででよねでブッシュ34、クリントンは34から35、ブッシュは35、オバマは35ですよね。だから基本的にはレーガン以外は下げてないんですよ。で、トランプの時に2017年から2021年に35から21ということで、ここでもう1回大幅減税してますよね。だからラッファーがすごく大きな影響を与えてるっていうふうに言われてます。はい、そして、個人の所得税の最高税率も減税ということですよね。これは最高税率なので、基本的に 類進課税ですよね所得が多ければ多いだけその人は高い税率でた,たくさんの税金を払わないといけないというのが累進課税ですけどその累進課税の最高税率もラッファーの時に大きくですね、まあ、ラッファーが大きく何らかこう影響力っていうか関与した場合は、まあ、個人の所得税も下がってますということです、はい、だからレーガンの時に70が5050 50が28ですよね、まあ、ちなみにアメリカは、まあ、日本も似てますけれども2階建てなんですよね だからアメリカ国土アメリカ合衆国としての法人税と所得税そしてその上に州単位での州単位での法人税と所得税っていうのが来ますはいだから例えばレーガンの70っていうのはこれはアメリカ国として個人所得税が最高70だったわけですよプラス州でも個人所得税が来てたのでだからもう実質アメリカでは高,高所得者っていうのはほとんど税金で取られてたっていう時代だったということですよねだ あんまりでしょうとそれだったら誰だってお金持ちになりたいって思わないということですよね。もうそれだったらもう働かないと。だどうせ働いたって税で取られるだけだからということですよね。だからむしろその富裕層の稼ぐ意欲っていうか、働く意欲みたいなのがものすごい下が,下がってしまうというのがまあラッファー曲線の考え方ですね。だからまあ個人所得税のまあ国の分ですね。アメリカっていう国の分は70を50、そして最終的には28まで下げましたということです。は,い、でブッシュは28から31 に上げたでクリントンは31から39.6に上げたで、ブッシュは39.6を35に1回ちょっと下げた、でオバマは35から39.6でもう1回戻したということですね、まあ、このこの辺は共和党,民主党共和あ、民主党、共和党、民主党ということです。 で、トランプの場合は39.6をやっぱり37に下げましたということです。はい。だからラッファーが関与した、レーガン政権、トランプ政権に共通して言えるのは、法人税も所得税も両方を下げてるということですね。はい。で、まあ、減税の狙いっていうことなんですけど、まずはとにかく富裕層を豊かにしましょうということですよね。例えば個人所得税の最高税率を下げるということであれば、まあ、最高税率が下がってるわけですから。ということは、恩恵を受けるのは誰ですかって言ったら富裕層ですよね。もちろん も法人の企業、法人の法人税って言った時でも、もしその会社の CEO が創業者。 県株主とということであれば、まあ、結局、法人税が下が下ればですね、まあ、結局富裕層がそれだけ恩恵を受けられるということですよね。はい、で、富裕層が豊かになれば、次第に中間層も豊かになるっていう考え方が、このラッファーの考え方にはあります。はい、要するに、富裕層がお金使いました。そしたら使った相手の、まあ、例えば企業なりお店が、まあ、お金が入るわけですよね。でそしたら入ったお金を使、富裕層にお金を使ってもらった企業とかお店の人たちの売り上げが増える。 給料が増えるで、中間層が豊かになっていきますと。で、今度は中間層が豊かになったんで、だったらその人たちもやっぱりお金を使う、で、使ってもらった企業とかですね、えもしくはそのお店の、え、 売り上げが増える、給料が増える。で、その人たちも今度は消費に回すということで、最終的には大衆全体までまあ豊かになっていくっていう考え方ですね。はい。これがいわゆるまあトリクルダウンっていうふうに呼ばれているものです。はい。まあ、トリクルダウンっていうことであれば、富裕層や企業が得た利益が投資や雇用拡大を通じて中、中とか低所得層に波及して、経済全体が成長する現象ということですね。はい。で、まあ、サプライサイド、供給が経済学の焦点ということであれば、まあ、減税や規制 緩和をを通じて供給側は生産者の活動を刺激しですねまあ減税でなおかつですね、規制緩和ということなので、もっともっと積極的に生産活動をやりましょうとやってくださいということですよね。だからまあ長期的な経済成長を目指すということです。主な政策手段としては減税ですね。そして規制緩和、自由市場の促進ということです。これでまあ結局ですね、ラッファーを中心とするサプライサイドの経済学が期待している効果ということであれば、 まあトリクルダウンということなんですけど、まあ、減税企業の利益が増えました投資雇用が拡大しました労働者の収入が増加しました消費が活発化しました経済成長につながりましたというのをま期待しているということです、はい、ではですね、まあ、レーガン政権とトランプ前政権でのトリクルダウンって実際はどうだったんだということなんですけど、はいまあ、効果はあったということですよね、まあ、効果は一部ということです、はいまあ、レーガン政権に関しては 経済成長率が上昇しましたと失業率は低下しましたとで企業の投資が活性化して一部で波及効果トリクルダウンの波及効果は見えましたということですよね、はい、ただ課題批判ということであれば、まあ、所得格差が拡大したということですよね、まあ、これはある意味当たり前といえば当たり前で富裕層の最高税率下げてますからね、はい、だから富裕層の最高税率下げてるんでだから結局、まあ、所得の再分配ということであればやっぱ富裕層の恩恵が大きいわけですよななんで累進課税にっってるかって言ったらお金も力高 たくさん税金取って、でですねまあ、はっきり言ったら、所得がすごい厳しい人たちからは税金ほとんど取らない、えそしてお金持ちから取ったお金を、まあ、結局、貧しい人たちにどんどん分配するっていうのが累進課税ですよね。でその累進課税の最高税率を下げれば、えってことは、まあ、富裕層は恩恵を受けるわけですから、だからまあ格差が拡大するっていうのは、これはまあ,ある意味当たり前ということです。はいでまあ、問題は減税によって政府の財政赤字が増加してしまったということですよね。まあ、こここれれはははっっきり言ったら問題とということですこれは今回 このあとすぐに取り上げたいと思います、はい。で、トランプの場合なんですけど、まあ、2017から2020ということですね、はいまあ、税制改革で法人税率を、ですねこれはまあ連邦全体ということになりますけど、アメリカ全体のまあ法人税というのを35%から21%に引き下げましたということですねで、賃金の上昇や設備投資の増加で一部が確認されましたということです。はい、その代わり、まあ、減税の恩恵というのが、主に大企業や富裕層に集中しましたということですよね。 で企業はじゃあ,まあ結局法人税がまあ減税になったんで、まあ、企業の中にまあお金が残りやすくなったということなんですけど、まあ、これは内部留保や株主配当に資金が回りあとはまあ自社株買いですよね。 に資金がが回っってて中低所得者へののいいうう限定的ででしたということこ、ね、だからアメリカと日本って考えた時に日本の場合はまずは企業っていうのはみんなのものみたいなですよね。顧客企業って誰のものですかって言った時に顧客のもの取引先のもの従業員のものですね金融機関のもの政府のもので株主のものみたいな感じでみんなのもの社会全体のものっていう感じがあるのでだから売上っていうですね一番の分配原資が増えた場合っていうのは大抵 従業員もまあ恩恵を受けけるってことが多いんですけどアメリカの場合は企業は誰のものののももでですすか株主以上なわけですよ企業って誰のものですか株主のもの以上ってことは分配原資っていうのが売り上げが増えたってなった時にあんまりそれ以外の株主以外の利害関係者に必ずしも行くかって言った時行かない場合があるってことなんですよねだから結局企業っていうのは株主のものであり投資家ですよね短期的な取引を一生懸命やってる投資家はですね、まあ、結局その投機順に 利益っってていう投資家にとっての株主にとっての分配原資が増えたかどうかっていうことをすごく気にするのでだからまあ株主対策投資家対策でまあ結局、えー、内部留保をま増やしたで株主配当を充実させたもしくは自社株買いを積極的にやったで株主に対してはすごく恩恵があったんだけど従業員の人たちには恩恵が少なかったみたいなことがまあ前トランプ政権では起きたということですよね。 はいでまあ、トリクルダウンが起きたかどうかということで、まあ、解釈次第ということです、まあ。レーガン政権、トランプ政権で、まあ、結局効果があったかなかったかっていったときに一部は効果があったっていうふうにプラスで解釈することもできれば、まあ、一部しか効果がなかったっていうふうにマイ,スマイナスで解釈することもできるということですよね。まあ、これはもう解釈する人次第ということです。はい、ただですね、まあ、減税したことによって、まあ、レーガン政権、トランプ前政権共通の問題ということであれば政府の財政赤字っていうのが拡大した。これは まあ事実としてて確認でできてるわけですねだから狙った通りになってないいっっててうところもあります、はい、狙ってるのは結局まあ利益を増やすということですよね。だから企業にとってまあ例えば減税をする法人税の減税をするそ,その分ですね、まあ、設備投資をたくさん積極的にやってくださいということですよね。で規制緩和するんでもっと積極的にですね生産活動を頑張ってくださいということをやって、まあ、利益を増やして しにいってるわけですよ、まあ、結局政府とアメリカ政府としては企業アメリカ企業の利益を増やしにいってるわけですよね。でそうすると、まあ、例えばまあ分母が大きくなれば例えば100億の30%だったら30億ですけどでも1000億の30%だったら300億入ってくるわけですよね。だから利益が増えれば増えるだけ例えば企業がどん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 設備投資を活発化して利益が増えれば増えるだけ、まあ、結局その法人税が将来的に長期的には増えていくっていうのをまあ狙ってるわけですよね。この ササプライサイド経済学の場合は。でもそれがあんまり見られてないということです。はい、そしてまあ消費が増えると、まあ、結局富裕層のです、ねまあ、個人所得税の最高税率とかっていうのを下げてるんで,で、消費が活発化すれば税率下がってんだけど消費税がたくさん入ってくるっていう考え方になってるわけですけど、まあ、狙ったほどは消費税も増えてないという考え方ですね。だだから結果的には減税しましししままたた財政出動しましただけどその 分はその割には財政赤字がま縮小しなかったむしろ財政赤字はレーガン政権とトランプ政権の2つ共通では拡大してしまっているという問題が確認できているということです。 はい、結果、ですね、まあ、財政赤字の拡大っていうのは、まあ、政府の歳出そのものを減らさない限ぎり、まあ、物価上昇の本質的な解決はないんじゃないかっていうふうになってきてるわけですね。はい、だから今までの経済学っていうのを見たときにです、ねまあ、結局その、政府がまあ放っておいた方がいい結局、民間の家計とか企業を放っておいた方がいいとかもしくはまあケインズの場合だったら需要をなんとかしましょうですよね。ササプライサイドの経済 大学だったら供給なんとかしましまょうなわけですけどいや需要なんとかするとか供給なんとかするじゃなくてそもそも政府の財政支出減らさないともう全く本質的に解決しないんじゃないかっていうふうになってるということですはいでなぜかっていうと、まあ、消費支出っていうことであればこれは相手がいての、まあ、ある意味交換ってことですよねお金なんで出したんですかって言ったら商品サービスとの交換でお金を出してるわけですよ、はい、だから消費支出っていうのは 対家計ですよね、まあ、いわゆる C2C と呼ばれている、まあ、カスタマーツーカスタマー消費者が消費者に対してなんか中古品を売るとかですよねもしくは、まあ、経済の中心ということであれば、まあ、消費支出は、まあ、相手は企業ということですよね企業が提供する商品サービスを家計が買うということですよねでこれは、まあ、えお金と商品サービスの単なる交換なわけですよで企業が投資をする例えば土地建物機械設備に投資するとか、えー、って言った時でも、まあ、結局その提供相手である企業に対して 対してお金を払うわけですよね。だから土地とか建物、機械設備とお金の交換をしているわけです。はい、これ何が言いたいかっていうと。 消費支出と企業投資っていうのは両方ともお金の量は増えてないんですよね。要するに社会の中に既に存在している既存のお金は増えてないんですよ。単純に交換が行われた。商品サービスとお金の交換が行われた。もしくは土地とか設備投資とのお金の交換が行われたってことなので、社会全体のお金の絶対量は増えてないんですよ。ところが、 政府が支出を増やしてしてまった要するに例えば昨年だったら100兆だったのに110兆プラス10兆増やしましたと昨年100兆だったんだけどプラス20兆120兆プラス20兆増やしましたその20兆どっから出てきたんですかって言ったら印刷してるわけですよねはい、まあ、間接的に中央銀行がまあ何らかの形で結局印刷を増やしてるっていうことになりますはい、まあ、政府は結局例えば国債なら国債っていうことでまあ資金調達するわけですけど、まあ、結局まあその国債が増 増えた分中央銀行がお金をするのでだからまあはっきり分かりやすく言うならば政府が財政支出を増やせば増やすだけお金の印刷量が増えるということになるわけです、はい、だからお金の絶対量が増えるっていうことなんですよねでこれが将来的なまあ高コスト体質とかもしくは物価上昇インフレの根源的なまあ原因っていうふうに今見てるということです、はい、だからですねまあアダム・スミスの場合はもう市場は放、ね、って放っておいてくださいということですよね 政府は入ってこないでくださいということですよねで、ケインズの場合は需要をなんとかしましょうラッファーの場合は供給なんとかしましょうなんですけど、はい、イーロンマスクの場合は政府は政府の歳出を減らすべきっていう考え方なんですねはい、だから需要なんとかしましょうとか供給なんとかしましょうじゃなくて政府は政府の歳出を減らすべきっていうのがまあイーロンマスクの考え方ですなんでかって言ったら政府が支出してしまうと社会全体のお金が増えていってしまうのでだからそれが物価上昇インフレになるということです はい、だからこそイーロンはまあ政府の歳出削減っていうのにまあこれ超やる気なんですよね。なんでか実は本質的な課題みたいなのははっきりしてるんでじゃあそれをなんとかすればアメリカ良くなるっていうのがまあ彼の考え方です。ともあれということでまあトランプ政権の経済政策の理論的な支柱ということでまあ今回やってきたんですけれどもはいその基本的な考え方っていうのはまあラッファー教授のですね供給側サプライサイド経済学っていうのがまあ基本的な理論の柱。 になっていいるととうことです、はい、だから結局まあ経済をなんとかさせるっていうことであれば生産者を刺激すると減税とか規制緩和で刺激してでもっと、ま、働く人たち企業にやる気出してもらって将来的な経済成長を狙うそして将来的に経済成長したならばたとえ税率が下がってたとしても最終的に入ってくる税収は増えることを期待してやるというその考え方がも元になっているということです。 はい、ということで今回はトランプのです、ねまあ、経済政策理論的な支柱はどこにあるかということでやってきたんですけれども結論はラッファー教授が創始者の1人になっている供給側経済学サプライズサイド経済学が柱になっているというのが今回の結論です。で 最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目ですね。白坂のメールマガ登録特典ということで、はい。株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただけます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい。2点目ということで、新たな革命ということですね。はい。世界自家総額ランキング1位のアップルに関連して、新たなコンピューター革命という価値の高い動画公開 講義を無料にてお受け取りいただけます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。